俺は彼女に惹かれていった。別れた方がいいのかな、私たち。え、フランス？はいはい、教えてくださってありがとうございます店長。お昼もお客さん多かったですね。そうだね。よし、こうちゃん。はい。試作品作ってみたの、ちょっと食べてみて。どう？うまい。よかった。甘すぎなくてすげーうまい。あゆみさんって将来パティシエになるんですか？どうだろう、なんないと思うな。なんで？なんでって。もったいないっすよ。だってケーキ作ってる時あゆみさんめちゃめちゃ幸せそうな顔してるし。おいしい。俺は彼女に惹かれていった。ねえ、次の休み横浜行こうよ。横浜？うん、夜景見ながらフレンチ食べてワイン飲もうよ。俺も二十歳になったし。そんな特別な日でもないんだし、贅沢しなくても。やだ。いや、そういうんじゃないけど、無理しなくていい。無理してないって。でもフレンチってチケット高いし。俺だってもう年下って言っても大人なんだから、そういうことしてあげたいんだよ。え？俺がちゃんとこうエスコートしてさ。リードしようとしてくれたんだ。っていうか当たり前だろ、俺だって男なんだから。そっか、じゃあ行こう横浜。佐々木さんには仕事の相談とかしてただけだって。仕事の相談ってなんだよ。いろいろ将来のこととか。そんなの俺に話せばいいだろう。話せないよ。なんで？俺が年下で頼りないから。仕事のことはパティシエの先輩に相談した方がいいでしょ。何それ。こうちゃんに心配かけたくないから。別に心配かけてもいいだろう、彼氏なんだから。でもこうちゃんすぐにやきもち湧くじゃん。え？別れた方がいいのかな、私たち。あの時もし俺が別れたくないと言っていたら、俺は今でも彼女と付き合っていたのか。ちょっと話さない？え？二人でなんか。ごめんな急に。ううん、でもびっくりした。あのさ、俺就職決まったんだよ。本当？おめでとう。うん、まあいろいろ受けたんだけど結構内定もらってさ、まあ結局広告代理店が合ってるかなって思ってるんだけど。うん、合ってると思う。こうちゃんコミュニケーション能力高いし。だろ？俺こうちゃんのおかげなんだよ。前にこうちゃんが私に言ってくれたでしょ。だってケーキ作ってる時のあゆみさんめちゃめちゃ幸せそうな顔してるし。私その言葉を言われて初めて自分がこの仕事が好きなんだって気づいたの。だから私がこうして夢を持てたのはこうちゃんのおかげなんだよ。そうなんだ。私絶対にパティシエになるよ。あゆみ、頑張ってな。
俺は好きな人に素直になれない。臆病者だ。じゃあ俺行くわ。うん、これで本当に最後だ。頑張れよ。うん、こうちゃんもこれでよかったんだ。これで。あの、僕はあゆみさんのことが好きです。え？だから僕と付き合ってください。俺の気持ちは伝えなくていいのか。なんかすいません、突然。俺だってあゆみのことが好きだ。だからやっぱりこのままじゃ嫌だ。あゆみ、俺頑張るから。え？あゆみが帰ってくるまで俺もっと大人になってるから。だからその時はもう一回俺のことも考えてほしい。私ね、この店に入るまでは何にもなかったの。自分に自信が持てなくて、でも変わりたいって思ってた。こうちゃんには私がケーキ作りが好きだって気づかせてもらえた。大地の前向きでまっすぐな姿を見て夢を追いかけようと思ったの。二人に背中を押してもらえたんだ。だから今はそれを一生懸命頑張りたい。それでいつか二人に会えた時に胸を張ってありがとうって言いたいの。だから私頑張るね。俺待ってるから。俺も待ってます。ありがとう。僕が次に彼女に会ったら、俺が次に彼女に会ったら、もっと大人になっていたい。